ついにこの日が来ましたよ。そうですね、クール福岡オープン間近ということで、はい、車もぼちぼちとですね、はい、移動が始まってきたんですけども、オープン日は7月23日土曜日からですからね、ここから約1ヶ月にわたって8月の21日までですね、オープニングイベントをバッチリいっぱいやらせていただきたいなと思ってますんで、今日はですね、そのオープニングイベントの内容について詳しくご紹介させていただきたいと思っております。ものすごいイベント用意してくれてるんですよね。当たり前じゃないですか。もう毎度おなじみの商品総額数えきれない、数えの忘れてましたっていうぐらい、はいはい、総額いきますからね。もう要するに、そのイベント期間中っていうか、オープンから1ヶ月間ぐらいですか、はい、の間に車とかパーツ買ったら超お得っていう状態にしてくれてるってことですね。あ、そうですね、そういうことですね、はい、もう超お得ですし、はい、ただ何も買わなくても遊びにも来ていただきたい、はい、ぜひですね、ぜひカスタムカー見ていただきたいので、はい、ご来場者プレゼントもご用意をもちろんさせていただいてますからね。あ、なるほど。じゃあもうちょっと早速ですけど、はいはい、もうそのイベント内容、早速行きますか。行きましょうか。中、今日入れるんですか。今日はですね、オープン前で研修をすごくやらせていただいてるんですけど、はい、今日はちょうどブリッツさんですね、はいはい、車庫長を使わせていただいてますけど、はい、ブリッツさんが来ていただいて研修会やってます。これ中入れるんですか。中はまあいいんじゃないでしょうかね。あ、はい、じゃあちょっと中の方で説明いただきましょうか。行きましょうか。はい、はい、その前にちょっとせっかくなんでね、車、はい、まだどうですかね、半分にも満たないぐらいの台数なんですけど、あ、そう、これは、はい、今ここに置いてある車は、これも販売車両なんですか。これはね、デモカーと販売車両の両方があります。ちなみにこのフルノーマルで置いてある車が結構あるんですけど、はい、これはオープン当日にはフルカスタムになりますから。この辺はあれ、中古車なんですか。中古車がね、実は結構ラインナップ多くしてあります、はい、っていうのは今新車でオーダーできるお車が非常に少ないんですね。あ、まあ、確かにそうですね。そうですね、納期が遅れていたりとか、はい、あるいはもうトヨタさんの場合だとオーダーストップになってるお車も多いってことなので、まあちょっと寂しいじゃないですか、はい、ということで非常に極上の中古車取り揃えてますから、例えばこのスープラ、はい、これも中古車なんですよ。これがこれからね、クールのエアロがついたり、はい、ローダウンされたりホイールがついて全部新品ですからね。なるほど。でカスタマイズして即ご購入いただけると。でこれが前モデルの86の後期、そしてこちらはデモカーになります。 WRX S4 ですね。これこれからカスタマイズしますんで、オープンの時にはかっこよくなってますからね。なんだってここに並んでる車の中でノーマル車は1台もないですから。で一番向こうはアルファード置いてあります。この辺はもうカスタムしてるデモカーってことですかね。そうですね、こちらデモカーですね、はい、まあ、カスタムの見本としていただくと。でこれはハリアーですね、はい、そしてこのクラウンはカスタム済み、こちらは販売させていただく中古車になってますから、はい、またプライスを楽しみにしておいていただければと。それからこちらは GR86 の東京オートサロン大阪オートメッセに出展したワイドボディのバージョン2バンパーがついてるデモカーですね。このリアウィング、はい、ぜひ見に来てくださいという感じですね、はい、そして GTR、 あ、販売車両ですねこれ。いや違うです。これ先ほどですね、はい、名古屋から自走で走ってきましたんで売らないんですかこれは。今のところですね。あ、そうですか、はい、僕のマイカーなんですけど、はい、仮想庫なんでね、はい、資産価値も低いかもしれないですけど、はい、まあ、この GTR のカスタムカーの見本として見ていただきたいなということが置いてあります。あ、マイカー並べとくんですか。マイカーはね、オープンイベントの1ヶ月間は福岡の方に並べるつもりです。そしてこの GTR は今のところノーマルですね、中期モデルです。こちらはこれからファイナルエディションのバンパーがつくんで、あんな感じになります。はいはい、赤色ですね。そうですね、はい、あんな感じのスタイルに変わりますから。はい、でこちらは新型の GR86 のデモカーです、はい、で奥には86の後期が2台ですね。であとスイフトスポーツですね。今のところこんな感じなんですけど、これからもっと大きい車がたくさん入ってきますんで、まあ25台からうまくいけば30台ぐらい。なるほど、はい、これで今何台ぐらいですか。13台です。まだプラス10台ぐらい増える。この倍置くと思っていただいたら、だからちょっとこの微妙な並び方じゃないですかね、はい、なんかスカスカ感がスカスカ感あるでしょ、はい、スカスカ感がなくなって、はい、もうびったりと、はい、オープン日を楽しみにしておいていただければという感じですね。
そしてこちらピット完成しました。完成しましたね。はい、こちら奥にあるのがタイヤチェンジャーとホイールバランサーですね。英和さんのチェンジャーを両アームのチェンジャーつけてますんで、24インチとかでも簡単にできますし、ランフラットタイヤも OK と。いいやつなんですかこれ。めちゃくちゃいいやつ。あ、いいやつなんですね。いいやつです。はい、そしてこれがバランサーですね。はい、でこれがねジョン・ビーンさんの四輪アライメントテスターです。1ミリ単位で等角キャンバー、キャスター、はい、はい、細かく調整できるんでね。そしてこちらがあのアライメントテスターで使うフラットリフトですね。でこちらも埋め込みです。あ、これもリフトなんですね。はい、そうですね、これもこのように上がってきますからね。はい、あ、ここにもリフト入ってますね。そしてここがモンチューのワイドですね。はい、もうギリギリでした。あ、本当ですね。こっちもギリギリだし、ここもギリギリだし、あ、なかなか、あ、研修してますね。研修してますね。はい、結構ちゃんとした感じですね。いやいやいや、一応ちゃんとしてるつもりなんですけどね。ちゃんとしてますね。はい、まあ、福岡店のオープニングスタッフとして採用させていただいたのが14人ですので、はい、万全の体制でお迎えできるんじゃないかと。じゃあちょっとイベント内容いきましょうか。いきましょうか。ということで、特典内容いきましょうか。いきましょうか。はい、この YouTube のために可愛いボードを作りましたので、はい、これですね、小型のですね、はい、これの表面と裏面までぎっしりキャンペーン特典ありますからね。そんなにありますか。イベント特典がありますんで、はい、ちょっと順を追って説明していきましょうか。はい、はい、まずですね、オープン日、はい、7月23日の土曜日、はい、グランドオープンという形になってますね。はい、はい、そして8月21日日曜日までの、はい、およそ1ヶ月間にわたっての長い期間を使ってのオープンイベントという形になっております。はい、ちょっと長めにですね、もういつ来ていただいてもいいように、まあ慌ててこの2日間とかにね、はい、集中される必要もなく、まあ、この8月21日までやってますので、はい、ご都合のいいタイミングで来ていただけるとありがたいと。あの、ええ、夏休みとか、はい、お盆とかも入ってるんですけど、はい、休みとかってどうなってます？そうですね、毎週水曜日が定休日とさせていただくのと、はい、あとお盆期間のお休みございますので、はい、こちらあのホームページのクール福岡オープンのところから入っていただいたら、お休みの日程が分かるようにしておきますんでね。なるほど、はい、今時点まだ決まってないってことですか？そうですね、そこだけ気をつけていただいて。そうですね、はい、ですね、土日1回だけがお盆休みという形になってしまうはずなので。なるほど、はい、そこだけはちょっと気をつけていただいてですね。それとあのどうしてもね、この中に入りきらないという可能性がありますんで、あの外の方にも、まあ、テントであったり、それからスポットクーラーなんかを置いて、はい、一応熱中症対策は万全を期したいなと思ってるんですけども、はい、お客様の方でもあの少し工夫をしてご来店いただけるとありがたいですね。だからね、ちょっとアイスクリームじゃないです、アイスいっぱいご用意して、はい、飲み物もいっぱいご用意して、ちょっとお出迎えさせていただきたいなと思ってるんですけども。あれ、これオープニングイベント、はい、恒例なんですけど、ええ、僕いつも外で、はい、ガラガラくじの抽選をやらせていただいてるんですけど、はい、もうもちろんですよもちろんやっていただかないといけないですよ。ガラ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 担当、いや僕は、はい、あの受付係なので。あ、外ですよね。外です。あ、そうですね、外で皆様をお迎えできればと思っておりますん でその横で僕もガラガラ抽選でってことですね。はい、あと来場者の方にですね、はい、じゃあこのタイミングでちょっとお見せいたしますとですね、はい、このフライトタグですね、はい、はい、クール福岡のロゴ入りの、はい、出しましょうか。こういう形ですね、クール福岡のロゴ入りの、はい、はい、ロゴの方はバージョン2タイプですね。こちらを来場者の皆様全員に、はい、あ、そうですか、プレゼントいたしますので、4人家族であれば4つお渡ししますので。これはじゃあ受付で、うん、一人ずつお渡しするってことですか？そうですね、受付来ていただいたら、あとお菓子の詰め合わせと、はい、それからこのフライトタグをセットで僕がお渡ししますと、うん、はい、で手が空いてればカメラマンさんがお渡しするかもしれないですかガチャガチャ回してるかどちらかかなという、なるほど、いう感じになりますので、まあ、僕らとりあえず外で皆さんをお出迎えするってことですねそうですね、はいはい、ちなみにこちらのフライトタグは、はい、クール全店でお配りしておりますので、はい、あ、そうなんですか、はい、このクール福岡ネーム入りのフライトタグは、はい、最寄りの
お店の方に行っていただいてもお菓子の詰め合わせとこちら一緒にお渡ししますんで。あ、そうなんですね、はい、ちょっと福岡まで行けないよっていう方は、はい、埼玉店でも OK ですし、栃木店でも大阪店でも名古屋でも、はい、どこでも受け取れますんで、ぜひこの機会にね、はい、店舗に遊びに来ていただけると嬉しいです。ということでこちらがまず来場者プレゼントですね、はい、そして、はい、イベント期間中にお車をご購入いただいた方ですね、はい、もしくは5万円分以上のパーツをご購入いただいた方、うんうん、あるいはカスタムの作業でも OK なんですけど、はい、その方はこの抽選会に参加していただくことができますと。これですね、僕がやるやつは。そうです、これですよ、この担当ですよ。ぜひあの最終日までホイールを残していただきたいと、はい、車を買ったかパーツを買ったかで、はい、抽選。そうです。ちなみにお車ご購入の場合は3回引けます。あ、そうでしたね、はい、そんな感じでしたね、はい、そしてパーツご購入の方は1回引けますという形になっておりますので、はい、それのガラガラ抽選をやって、はい、抽選内容がこれですね。そうですね、はい、まず1位の方はベルズホイール KCV シリーズですね、はいはい、こちらのこっちの列に並んでる、はいはい、シリーズ、うん、好きなのを選んでください。これですね、はい、インチは18インチから21インチまでありますんでね、はい、ご自身のお車に合う、はい、サイズを選んでいただければという感じですね、はい、これなんか僕の記憶だと、はい、栃木店の時でしたかね、栃木店はオープン日に出たんですよ。そうですよね、はい、ですんで急遽追加したんですよ。そうですよね、オープンして30分以内に出ましたよね、はい、そうなんですよ、はいはい、ですんでもしこの期間内にですね出てしまった場合は、はい、あの追加するかもしれませんね。そりゃそうですよね、追加させていただくと思います。それはそうですよ、はい、やっぱりね、あの先ほどいつ来ていただいてもいいですよとは、はい、あの僕は言いましたので、はいはい、もし出てしまった場合はぜひ追加したいなと思ってますのでね、はい、こちらは、まあ、まずは1名様という形になっております、はいはい、そして10万円分の商品券ですね、はい、これはクールグループ全店で使える商品券になるんですけど、うん、こちら5名様、はい、そして5万円分が10名様、はい、3万円分が20名様、はい、そして1万円分が40名様、はい、そして3000円分が60名様という形になっておりますので、はい、このようにいっぱい商品券を配らせていただくという感じになっておりますからね、はい、じゃあちなみに、はい、僕がガラガラ抽選する担当は、はい、これ前日じゃないですよね、全部の日程じゃないですよね。あ、全部来ていただいてもいいですよ。あのちなみに僕はもうできる限り土日はフル参加したいなと思っておりますんで、じゃあまあ僕はどっかの日程を担当させていただくっていう感じで、はい、そうですね、まあ、来れる時に、はい、あの来ているという感じになるんですかね、そうするとね。そうですね、ということで、はい、裏面いきましょうか、はい、まだまだありますんで、ということでこちら裏面ですね、はいはい、ちなみにこちらの裏面の、キャンペーンに関してはクール全店舗で同時開催です。なるほど、はいはい、こちらの抽選会の方は福岡店のみという形になるんですけども、うん、はいはい、こちらの方は全店舗対象になりますんでね、はい、ちょっと行っていきましょうか、はい、トリプルキャンペーンということで名付けさせていただいてるんですけども、はい、まずクールのコンプリートカーをご購入いただいた方はオプション10万円のサービスがございますと。こちらは新車でも中古車でもコンプリートカーであれば大丈夫と、はい、単純に10万円分のパーツをつけられるってことですか。そうです、そうです。うーん、なるほど、10万円分余分につけれますと、まあ、皆さん何かしらオプションは10万円以上つけられると思いますので、はい、ほぼ10万円値引きになるような形で考えていただければいいですね。はい、そして、パーツを買われる方ですね、はい、エアロパーツが全品 15% オフとなっております。これはコンプリートカーじゃなくてとですね、はい、これはパーツ単品での購入の場合ですね、はいはい、それから鋳造のホイールが 25% オフ、はい、そして単造のホイールが 15% オフという形で、はい、お安くさせていただくんですけども、はい、全てですねパーツの場合は36回払いまで金利手数料は無料となります。あ、クール負担となりますんでね。なるほど、はい、36回払いまでは、金利は0円でございます。これはクールのホイール以外のものでももちろん大丈夫ですんでね、カスタムパーツであれば大丈夫です。あ、そうなんですか。そうです。それとですね一番最後ですね、今中古車価格かなり上がっております、はい、新車がやっぱり、オーダーストップになったり納期が遅くなってますんで、中古車市場すごく値段が上がってますね、はい、ということで、通常の相場よりもかなり高額で下取り買い取りさせていただいてるんですけども、はい、さらにですね今回の期間内に
買取もしくは下取りしていただいた方には、はい、クールのコンプリートカーを売っていただいた場合は10万円分のクールの商品券プレゼントします。これは、はい、今時点でクールのコンプリートカー、クール仕様の車を乗ってる方ってことですね、はい、そうですね。それは、クールの店舗で買った車じゃなくてもいいんですか？大丈夫です。あ、そうですか、はい、クール仕様になってれば大丈夫です。ちょっとね、例えばホイールが他メーカーさんですよとか、はい、一部商品が違いますよっていう場合はご相談いただければ、はい、なるべく適用できるようには頑張りたいなと思ってますんでね。そしてクールのコンプリートカー以外はい、のお車を買い取り下取りさせていただく場合は5万円分の商品券をプレゼントさせていただきますと、まあ、ただでさえ今かなり高値で下取り買い取りさせていただいてるんですけども、はい、さらにプラスアルファがありますと。なるほど、いうことですね。これは下取りだけじゃなくて買い取りだけでも OK なんですか？ OK でございます。 OK ですね、はい、この機会にちょっと車を売りたいと、はい、ちなみにカスタムカーの査定大得意としてますんでね、この機会にクールの最寄りの店舗の方にね足を運んでいただければちなみにあの買取査定依頼のホームもございますんで、ウェブサイト内からお気軽にですね査定を依頼することもできますんでね、この機会に買取査定をご依頼いただいても大丈夫でございます。はい、はい、それはい、車種も何でも大丈夫ってことですね。車種何でも大丈夫です、はい、もちろんノーマル車でも大丈夫です。外車でも大丈夫、外車でも大丈夫です、はい、カスタムカーは特に大得意ですとって感じですかね。そうですね、はい、じゃあまあ一応改めまして、はい、こちらの場所ですかね。そうですね、はい、住所、はい、福岡県古賀市舞の里3丁目15番地12となっておるんですけども、はい、ちょっと分かりにくいかもしれないので毎回恒例の車チェックいきますか。車チェックお車での行き方チェックやりますか。やりましょうか、はい、福岡方面から来ていただくのと北九州方面から来ていただく2パターン行きたいなと思いますんで、はい、行きましょうか、はい、ということで今福岡市内を走るんですね、はい、福岡の都市高速4号線に入ったところですね、はいはい、貝塚インターを越えたところで、はい、まあ、あの福岡市内から高速を使ってくるとどうなるかというのをやってみたいなということで今走ってますよ、はい、でこれからもう少しすると九州道と交わる福岡ジャンクションっていうところがあると思うんで、はい、そこを北九州方面に走っていきますんで、あの雷雨になってきたんですけどアクシデントが起こりました。アクシデントが、ね、さっきまであの快晴だったんですけど、はい、猛烈な雷雨にすごいです、ね、あのなってきてるんで、はい、ちょっと見にくいかもしれないですけど、はい、道が、はいはい、もう今あの都市高速は終点まで行って、はい、今から福岡ジャンクションから九州道に合流するっていう感じですね。あ、もうこれ自然と道なりですね。で、まあ、ここがジャンクションになるんですか？これジャンクションじゃないですか多分。ここから ETC のここから九州道に入るんですね。これ福岡インターになってますんで、はい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 、はい、ちょっと ETC で行きましょうか。福岡インター、福岡インターですね。はい、そしてこの熊本大分長崎方面ではなくて、はい、こっちの山口北九州方面ですね。こっちの方に行きましょう、はい、完全にピント合わなかったですけどね何やってんすか完全に雨にピント合ってましたけど何やってんですか、まあ、おそらく地元の方は分かると思うんで、はい、この辺りはね問題ないのかなと思うんですけど、はい、これで今九州道に合流しましたね。はい、そうですね、はいはい、九州の他のねあの県の方はこの道で登ってこられるのかなと思うんですけどね、はいはい、ということで、今福岡インターから合流したんですけど、はい、古賀インターですね。あと9キロ、はい、はい、この古賀インターで降りる感じになるんで、あ、もうあとまっすぐ来てればそうですね、大丈夫です、大丈夫ですね。ということで古賀インターまであと1キロ、1キロですね。もう看板出てきましたんで、はい、降りますよ。ここでめっちゃ出口の案内看板が少しあ、そうそうそう、ほんで、あ、これ違うでしょ、あれこれ違うでしょ、これバスですよ、これ、あ、これ違うですよ、もう皆さん間違いない、あー、なるバスです、あ、危ない危ない、危ないですね、まあ、間違ったとしてもそっちが出てくる、あ、そうそうそう、あれ合流だけど、ね、あと 500m ですよね、はい、はい、でこの古賀インター降りると、はい、そのままねひたすらまっすぐ行くと国道3号線にそのままぶつかるんですよ、はい、あの信号に捕まることでね、あ、そうですか、確かに、ね、あ、ここで降りましょうか、はい、これが本当の出口ですね。そうですね、ここで降りました、これ古賀インターチェンジですね、はい、はい、ちなみにあの北九州山口方面だと逆方向から来て同じく古賀インターで降りていただくという感じになるんですけど、はい、回って降りていくとですね、はい、まあ、でもあのさっきの福岡インターから近いですね、近いですね、あっという間ですね。市内戻るんですよ、はい、こっちの右まっすぐですね、北九州村方方面、こっちに行っていただきます、まっすぐ抜けてくださいね、はい、はい、そうするとこれでですねぐるっと回って3号線に国道3号線に合流すると、
で今3号線に合流したんですね。はい、はい、そして途中、高架でちょっとこう上に上がるところがあるんで、はい、真ん中の車線か一番右にいていただいた方がいいです最初は、うん、この左車線だとそのまま速道の方入っちゃうんで。なるほど、はい、そしてガソリンスタンドが出てきて、はい、でここがこうインターネットの漫画喫茶ですかこれ、はい、みたいな感じ、はいはい、を越えていただいてですね、はいはい、そうするとここで左行ってしまうと左の速道に降りてくるんですね、はい、ではこの真ん中車線が一番右にいていただいて、うん、まあ、こういう形で一旦陸橋みたいな感じで越えるんですね道をね。なるほど、はい、速度行って戻ってくれるんですか。速度行って戻ってくれます。ただ信号に捕まるよっていう下でですね、はい、はい、こっちはまずぶつかなと。まあ、道はあんまり混まないと思うんですけどねこの辺りは、はいはい、いつもスムーズに流れてますね。で陸橋を降りてきたらですね、まあ、セブンイレブンとまたスタンドがありますと、はいはい、で、ハローデーですね、はい、ですね、はい、のこの大きなスーパーがあって、もうこの辺りではもう一番左車線に入っておいていただきたいんですね、はいはい、もう次の信号を越えたらすぐ速度に入っていただきたいんで、そしてここ浜勝屋さんですね、はい、あって、でここの交差点を越えていただくとですね、はい、千鳥パークタウン南って交差点越えるとすぐビッグモーターさん左にあるんで、はい、そしたらここで素早くこのブルーのこの速度に素早く入っていただくという感じですね、はいはい、そうするとこの歩道橋を越えて、でもうぐっと走っていくとですね、ここに出てくると、はい、黒い建物が目印なんで、はいはい、ここに出てきましたということで到着ですね、はい、はい、だからオープン当日はですね、オープンイベントが1ヶ月にわたって行わさせていただくんですけど、土日だけどこか駐車場ちょっと借りれるように、ただいまちょっといろいろ近隣の方に交渉してるとこなので、あの当日は最寄りの駐車場にご案内させていただくことができるんじゃないかと思ってるんですけども、もし駐車場がなければここにひたすらあの誘導しますんで、はい、入れていっていただくという感じになりますかね。はい、じゃあ次はですね北九州方面ですね、はい、の、から来た時の行き方行きましょうか、はい、はい、これがね、はい、3号線ですね、国道3号線、これはお店の前の道ってことなんですね。そうなんですよ、北九州から福岡に抜ける、はい、まあ、幹線道路っていうか、ね、メイン道路ですよね、はい、はい、そうすると走ってくるとですね、まずお店のほんと手前にこの今右手に見えてきましたけど、はい、イオンモールですね、はい、福津のイオンモール出てきますんで、こちらですね、はい、はい、このイオンモールが右手に出てきたらもうすぐ近いんで、ここから5分ぐらいですか。5分はかからないですね。あ、そうですか。もうじゃあ、そう、ただ反対車線なんで、はい、どう行くかなんですよ。そしてイオンモールを越えたらそこにあの右手にコスモのスタンドがある交差点になるんですけど、はい、もう見えてますからね。あ、ここで店舗が。あ、そうですか。ほらロゴマークバージョン2なんでわからないでしょ。どこですか。あ、なんかありますね。黒い店あるでしょ、はい、目印は黒い店という感じなんで、はい、はい、まあ、酒の山屋さんの目立ってますよね。え、あります。あ、負けてますね、酒の山屋さん、はい、じゃあ、 あの酒の山屋さんの看板を目印に、はい、っていう感じなんですけど、はい、で、まあ、これをですね、はい、右に曲がっていただいて、はい、裏手から回っていただいても大丈夫です、うんうん、はい、ここですね、はい、はい、で、まあ、一番おそらく簡単なのは U ターンかなと思うんで、はい、まあ、このまま行くとですね、もう右に見えてますよね。ここですね、はい、ここですよ、はい、はい、これクールですね、はい、こういう感じで見えますから、そうすると山屋さんを越えてですね、はい、でビッグモーターさんの交差点出てきますんで、ですね、ここですね、はい、まあ、ここで右折レーンに入っていただいて、はい、はい、ここ U ターン OK ですんで、ここで U ターンをしていただくという感じで、はい、はい、そしてこの後この速道に必ず入っていただくっていうのを覚えておいていただいてですね、この青いところですね。そうですね、ここでビッグモーターさんのとこから速道にこう入っていただくという感じで、はい、東京をくぐるとですね、店舗が左に出てくると、ここですね、ですね、はい、はい、こういう感じですね。これが北九州方面からの行き方と、ということでもう一個あるんですよ、この福岡オープンに向けて、はい、クールの新店舗オープンといえば目玉車じゃないですか。超大幅値引き、はい、もう毎回毎回やらせていただいておりましてこれで4回目ぐらいの大赤字企画となるんですけども、はいはい、その特化車に関しては次回の動画でですね、詳しくご紹介させていただきたいと思いますので、引き続き次回もよろしくお願いしますと。ということで本日はクール福岡オープニングイベントの内容についてご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。今回なんですけど、A、いよいよ発表しますか。待ちに待った、はい、大特化車ですね。
大大大特価ですよ。行きましたよ。車種はですね、この原型とどめてないですけど、はい、おそらく新車では過去最高値引き。お、8449円です。